問題1ではじめに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて1から4の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう 家で女の人が男の人と話しています女の人は男の人に何を出しますか今日は寒いですね温かいものを飲みませんかありがとうございます。コーヒーヒ紅茶 あとお茶もありますけどじゃあ紅茶をお願いします砂糖やミルクは入れますかあ、はい女の人は男の人に何を出しますか一番いいものは三番です 問題1の例のところを見てください一番いいものは3番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 1> 男の人と女の人が話しています 男の人は女の人とどこで会いますか明日このパーティーに一緒に行きませんかああいいですね行きましょうじゃあ明日どこで会いましょうか桜デパートはわかりますかい,いえそうですかじゃあ緑山駅の中の本屋はどうですか ああ、わかります。じゃあ、そこで。男の人は女の人とどこで会いますか 2>, 2番男の人と女の人が話しています。男の人は女の人と何時に会いますか 日曜日のコンサートは何時からですか午後2時からです。何時に会いましょうかお昼を一緒に食べてから行きませんかそうですね。じゃあ、12時半に駅の前でどうですかそうですね。ゆっくり食べたいですから、あと30分早くしませんか いいですよじゃあそうしましょう男の人は女の人と何時に会いますか3番教室で男の学生と女の学生が話しています 男の学生は女の学生に何を買いますかさくらさん今日はお弁当うん今日は久しぶりに作ってきたそうじゃあ僕はコンビニでパンを買ってくるよ飲み物は大丈夫ああじゃあお茶をお願いわかったお菓子はいらないうん お菓子はいい。「ありがとう」「男の学生は女の学生に何を買いますか?」 4番先生と男の学生が話しています男の学生は何を持ちますか先生荷物多いですね持ちましょうかああありがとうじゃあこのカバンを全部持ちますよ小さいのは大丈夫です 軽いですからじゃあその紙袋を持ちましょうかそうですかじゃあ「男の学生は何を持ちますか?」 教室で先生が話しています学生は明日何を持って行きますか明日は朝有名な古い建物を見て午後富士公園へ行きます建物を見た後近くのレストランでお昼を食べますからお弁当はいりません でも飲み物は用意してください明日もとても暑いですからそれから明日行く建物の中では写真を撮ることができません携帯電話もダメです注意してください学生は明日 何を持って行きますか6番店で女の人と男の人が話しています女の人は 何を買いますか山田さんへのお土産何にしますかあのチョコレートはどうですか結構有名ですよでも彼女甘いものはあまり食べないと言っていましたお茶はどうですかほらこれですああいいですねそれか絵葉書。 あ、手帳もきれいですね。私が欲しいですきれいですねでも使うかどうかわからないからさっきのにしませんかそうですね「女の人は何を買いますか?」。 人と男の人が話しています女の人は何で図書館へ行きますかもしもし今港町駅に着きました今から図書館へ行きますそうですか雨が降っていますからバスがいいですよ私もいつもは自転車ですが 今日は歩いて行きます。多分、2時くらいに着きます。わかりました。そうします。女の人は何で図書館へ行きますか 問題2でははじめに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて1から4の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう 「レイ女の学生と男の学生が話しています」「2人はいつプレゼントを買いに行きますか?」「来週さくらさんの誕生日プレゼントを買いに行きませんか?」そうですね「5日が誕生日ですから3日か4日に行きましょう」 あ、ちょっと待ってください私は3日と4日はアルバイトがあります2日はダメですかいいですよじゃあ授業が終わったあとに行きましょう2人はいつプレゼントを買いに行きますか一番いいものは 1> 1番です解答用紙の問題2の例のところを見てください一番いいものは1番ですから答えはこのように書きますでは始めます 1> 1番男の人と女の人が話しています男の人は港町駅まで何分で行きますかここかかかから港町駅ままで何分かかりますかそうですね藤駅まで歩いて20分です それから電車で10分ですそうですか、結構かかりますね富士駅に行くバスはありませんかありますよ、ここから5分くらいで着きますそしたら15分ですねじゃあバスで行きます男の人は港町駅まで 何分で行きますか 2>, 2番女の学生と男の学生が話しています男の学生は 何を買いましたか山田さん先生へのプレゼント買いましたか田中さんと買いに行ってきましたよ何にしましたかはじめはネクタイか帽子がいいと思いましたけどペンにしました毎日使うものがいいと思っていいと思いますよじゃあ花は 私が後で買っておきますね。え、うん。男の学生は何を買いましたか?。 3番「大学で先生と女の学生が話しています」「女の学生は何曜日に働いていますか?」「さくらさんはアルバイトをしていますか?」「はいコンビニでアルバイトをしています」「いつ仕事をしていますか?」月曜日と 水曜日の夜です週に2回ですかはい前は土曜日や日曜日もやっていましたが忙しくなりましたから2日にしました「女の学生は何曜日に働いていますか?」 人と男の人が話しています男の人は今度の日曜日誰と出かけますか今度の日曜日は何をしますか浅草に行きますいいですね誰と行きますか妹と二人ですへえ、妹さんとですかいいですね 私も弟がいますが二人で出かけたりしません最初は母も行くと言っていましたけど用事ができて二人で行きますそうですか私はその日は姉と買い物です男の人は今度の日曜日誰と出かけますか 「病院で病院の人と男の人が話しています」「男の人は次いつ来ますか?」「じゃあ今日はこれで終わりです」「来週もう一度来てください」「いつがいいですか?」「えーと火曜日の午前はどうですか?」 ごめんなさい火曜日の午前は空いていないですねそうですか木曜日の午後はどうですか大丈夫ですよじゃあ来週の木曜日ですねお大事にどうも男の人は次いつ来ますか 6番会社で男の人が話しています男の人は最近何のスポーツをよくしていますかはじめまして田中です私の趣味はスポーツをすることです学生の頃はサッカーと野球をよくしました最近は 週にに回プールに行って泳いでいでます先週は新しい靴を買いましたそれを履いて来週からジョギングを始めます「男の人は最近よく何のスポーツをしていますか?」